こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は使ったら休ませるというテーマでお話ししていきます。今練習するっていうことはね、上達するためにもちろん大事なことではあるんですけれども、まあ練習するっていうことは当然指を動かす、こう体を動かすわけですよね。はい。でまあそうするとやっぱり使ったら休ませるっていうことも考えておかないと、なんかまあ変な疲労が溜まったりとかですね、それが元でこう指に負担を与えて、何かその故障の原因になったりするなんてこともね、こう考えられます。可能性としてはありますからね。ですからそうならないようにやっぱりきちんと休ませるっていうこともね、一方で考えておくことが大事だと思います。で、まあ、休ませる具体的にどんなことをすればいいかっていうのはね、これはまあ、ある程度人によっても違うと思うんですけれども、結構やっぱハードな練習する人だと、なんかそのマッサージとかを受けたりとかね、そういうのも結構話としては聞きます。まあ、僕自身はほとんどというかそういうの経験がないんですけれども、まあ、なぜかっていうと、マッサージとかが苦手なんですね、そもそも。あんまり、人に体を触られるのが、苦手なので、そういうのを受けようと思ったこともないんですし、あんまりまあその必要もないので受けてないんですけども。まあ、だけどね、やっぱり、基本的には、その休ませる時間っていうのをね、やっぱこうきちんと作っておくっていうことは大事なんじゃないかなと。ね、でそういうマッサージとかを受ける必要性を感じたらね、もうどんどんやってみるっていうことはもちろんいいと思います。でまあ、ただあんまりね、そんなにこう特別なことをしなくてもですね、例えばなんかお風呂にゆっくり浸かるとかね、あるいはぐっすり眠るとか、そういった日常的なことだけでも随分違ってはくると思うんですね。で、だからまああんまり例えばお風呂ね、最近だったら使ったりしないでシャワーで済ませちゃうとか、ついつい寝不足になる、夜更かししてですね、寝不足になってるとか、なんかこう熟睡できないとかですね、なんかそういうのがあったら、やっぱそういうところは改善しておくっていうことは大事なのかなというふうに思いますね。まあ、やっぱり人間の体ってもともと動かすようにできているので、動かさないのも問題ですけどね、だけど動かしたらやっぱり休ませて、まあ、結局これもバランスの問題だと思うんですね。はい。まあ、使わなければずっと長持ちするのかっていうと、今度はそうするとやっぱ錆びついてくるっていうのがありますね。そのギターでいうと、練習しなかったら、まあ、疲れないけど上手くもならないっていうことになりますからね。はい。ですからやっぱり練習する、その指を動かすっていうことは大事なんだけどもね。だけどその動かした分のやっぱり、そのケアなりね、そういったことっていうのはやっぱやっておかないといけませんからね。だからまあそういうのもね、ちょっと意識して行うっていうことが大事ですね。でそれからあとやっぱりまあこれも以前からお話ししている通りですけど、なるべく余分な負担をかけないっていうことも合わせて意識しておいた方がいいですよね。はい。要するに無理な弾き方をしてる、変な姿勢で弾いてる、余分な力みが入ってる、こういうの全部負担になります。ね、でそれを積み重ねてたら、それは変な疲れ方をしてしまうね、っていうのはもう当然ですから、変な負担がかかるっていうのはもう当然のことになるので、それをできるだけなくす、ね、原因をなくすっていうことも大事ですね。それも合わせて意識しておきましょう。で、そのまあ無理な指の動かし方ね、無理な力のかけ方をしてるかどうかっていうのはね、これなかなかまあ最初は気がつきにくいことでもあるんですけど、だけどまあやっぱり自分の体の状態っていうのをよく観察しているとだんだん分かってくるはずなんですね。だからやっぱり結局やっぱそこの観察力っていうのが、まあ、物を言うというかですね、重要になってくると思うんですけれども、ね、でまあ、自分のその、まあ、弾いてる時の状態っていうのをよく自分で感じ取って、変なところに力が入っていないかね、まあ、過剰にその疲れが溜まっていないかどうかとかね、そういうのもちょっと、こう点検してみる時間を作る、ね、これも結構効果的だと思いますね。でそういう点検してみるっていう癖がつくと、弾きながらでもスッと、ね、ちょっと変な力入ってるなと思ったらスッと抜いたりとか、ね、無理な弾き方してるなと思ったらスッと修正できたりとか、ね、そういうこともだんだんできるようになってくると思いますので、ね、ですからまあその観察力、自分の状態を観察する力を高めて、ね、でなるべく変な負担をかけないようにする。ね、だけどそれでもやっぱりある程度の疲れっていうのは溜まってきますからね。ですからそれを感じたらやっぱり休ませる。ね、ですからまあそういうのをね、こういろいろこう意識して、そういうのがこう日常の中で普通になってくるとね、そういった、まあ疲れとかね、そういった負担っていうのが最小限でとどめられると思いますのでね、ぜひとも、その指を動かす、使うことだけじゃなくて休ませる、それから、そもそもその変な負担をかけないようにする、ね、そういったところも意識しつつね、練習していってみてください。
はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。